皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、11月5日、朝の11時36分、日本シリーズなんですけども、これね、今日のテレビ欄なんですけども、テレビの地上波での放送が見当たらないんです。一応、これ、横にカーソル合わせたら、2のチャンネルも出てくるので、ちょっと2を見てもらったら分かる通り、18時30分からの試合なんですけど、ない。こういうちょっと、不可解なことが起きてます。で、これ、なぜそうなったのかっていうところが全く分からないんです。昨日の試合を見ている限り、レフト側ね、結構ガラガラに見えたんですよ。で、それが映像加工なのか、普通日本シリーズだし、その位置ですから、一つの球場でしょう。普通前になるのが普通であって、やっぱり映像グラフィックですかね。だからそれ、球場にいる人たちは目に見えてね、レフト側とか埋まってるから、いたとしたらですよ、こちらの方ではレフト側の外野の方、ガラガラだったんですよ、本当に。ほとんどお客さんいない。そういう映像だったんです。それ何回か流れてるんです。さすがにそれはなかったでしょう。ありました？一応今日ね、大阪ドームの方に問い合わせをして、チケットの完売ですっていうことを聞いてるんです。一瞬見に行ってみようかなと思いましたけども、まあ、完売ですからね、どうしようもないですね。で、テレビの地上波がないでしょう。ただそのテレビの先ほどの番組欄まで嘘だったらもうお手上げですから、一回ね、一瞬僕の見間違いだったのかな、どうかな、で、あれ今日おっしゃいないわって思っていて、で、後から見たら実はあったっていうのは、それは2チャンネルだったと思うんですよ。なかなかそこ見ないんで、ここはただこちらの見間違いかなと思う時もあるんですけども、今まで記憶たどったら野球だけじゃなくて、あれっていうのは何回かあったんですよ。気のせいかな、見間違いかなってスルーしてたんですけども、これ皆さんどう思います？映像加工。本当は試合地上波で放送してます？何を調べたらわかりますかっていうことになるんですよ。今現在これは私の状況、本日最終決戦を前にして、日本シリーズプロ野球、正直そこまでするの話ですね。ここまで来たら多分人格破綻者だと思いますよ、テレビ局の人たちとかが。それとも AI のせいにします？コントロールできてます？この世の中、常識考えて、せめて関西のテレビ局はどう考えても日本シリーズ最優先ですよ。もし本当に放送してないのであればね、知らない間に地上波で放送してたらもう僕もお手上げです。だって画面で見当たらないんですもん。で、別のチャンネルつけたどうこうとかで、一時それも見破ったりしなきゃならないんでしょ。しなきゃならないことは増えていくだけで、そのコンピューターの、映像加工とか、人間の社会がむちゃくちゃになるだけで、
コンピューターの社会も実はむちゃくちゃになってる。もしかしたらコンピューターはそれを楽しんでしまってる状態かもしれない。いやだからその近本選手のあのヘルメットの件、あのセカンドでアウトかセーフかの話、あの先にも今日アップロードした内容を見てもらったら分かると思うんですけども、これね、ヘルメットが動いてる時と動いてない時の映像が2パターン流れている以上、どちらにしてもどちらかは映像加工絶対されてるんですよ。でこれ前からあるんですよ、結構数年前から、もしかしたらもっと前かかもしれない。で生い立ち動向でその肩のね可動域で、いやその位置でのキャッチで肩を動かしながらの生い立ちタッチでそれは追いつかないでしょうっていうのが僕のね一つの結論で、でセカンドの審判の人はセーブって一番近いところで見てるからなんですけど、これねその様子を見た時に選手監督コーチ解説席もみんな映像加工されてるっていうことを誰も分かってなかった。僕は言うまで常にそういう社会が目の前にあるんだっていうことを、もうだいぶ前から、もしかしたらもう何十年も前かもしれない。その社会とみんな向き合わなきゃならない。まあこの内容も、YouTube にアップロードしておきますね。放送してなかったら放送してなかったで、地上波の人たちがなぜ放送しなかったのかということになりますね。特に関西地域含めて。日本シリーズって日本全国放送で放送してましたよね、基本的に。もともと。ですよね。関西のテレビ局中心に。だってもともとバラエティ番組とかくだらないものばっかり放送してるんですから。僕は提案して作ってもらった番組、だいぶなくなったでしょ。視聴率が良かったから、内容も自分で見て、まあ視聴率が良いのは分かるなっていうのは分かったから、だそこの辺の話、なぜそうなったかは知りたいんですよ。みんな、なんか変な方向に、逆の方向に生きていこうとしすぎていません？やっぱりそうですね。以上です。まあ、私からの、状況報告ということで、やっぱりこれ、総理や内閣、国会議員の人たちに知ってもらわなきゃ無理ですね、この状況。映像加工、コンピューターのその、スポーツの試合のそのリクエストのところまで、要するにプレーが、際どいところ、映像で確認しようのところで、すでに映像加工、グラフィックは、もうどう考えても、そのままの現場で手作業なんかできないでしょう。映像加工。コンピューターでしょ、もう自動で。どうします、この社会。いや、だからこれ辿っていったらね、インターネットゲームの僕からの提案で、まあ現在の名称、会社名、ベッコーということで、日本で雇ってますけども、まあ中国名で、チンなんとかっていう名前の会社なんですけど、やっぱり僕もね、身に覚えのない、その課金の請求額とかが来たから、それも6万いくらのはずなんですよ。サイバー攻撃を受けてましたか、それか僕の家に誰か今まで不法侵入されたケースがいっぱいあるから、不法侵入されて iPad 家に置いてたんですよ。で誰かが原本を買ったか、ただもう
正直みずほ銀行とか純利益がしっかり出てる会社サイバー攻撃受けてるでしょ。他の銀行はコロナウイルスの件とかいろいろあって純利益出てないんですよ。2021年か2020年とかそれぐらいで純利益止まってるんですよね。で、まあまあそうなるのは普通だと思いますよ。普通一般的に考えて。いろんなことを含めて、ね、その自然再生可能エネルギーの普及運動、投資運動のところ全部含めて、すべて止まりましたから、いろんな部分で。だけども、今後の見通しは、反渡航制限。もうそれしなかったら無理だから、この世の中、エネルギーの残存量問題で。その僕のね、河川水門、外式ダム発電、地下水流トンネル発電、かまど発電、マグマ発電、すべてが整備されたとしても、そうなるんですよ。それで先延ばしなんですから。あとは節約、ものすごい節約っていうものを皆さんで覚えてもらわなきゃならない。もうこれは最終結論の答えですから。オール電化までたどり着かなかったらガス大分家庭でも消費するじゃないですか。火力発電所で電力はね、そういった私の提案したものでかなり代替できたとしても。オール電化を特に田舎の方で進めてもらって、プロパンガスとか運んできて家に設置してますから。だからそれ、運搬するのに余計に費用かかるでしょう。だから田舎の方から、オール電化なんですよ。順番的に。で、だけどこれ、みんながみんなできるかって言ったら、投資しなきゃならないお金とかかかるから、工事費用。だからみんながみんなできるわけじゃない。中本発電とワンセットみたいな形でオール電化になってもらうのが本当にいい。で、蓄電するものは、僕の家で撮影した、まあ、蓄電池について、蓄電池とも読みます。そのところに、動画で貼り付けていると思うんですけど、ああいう、プラスチック製の、バスタブ、ああいったもので、家解体したらどうせ出てくるから、まあ、そういったものでいいから、そういったものを、自宅の横にね、まあ、周り、まあ、木の板とかで直射日光とか当たらないように、雨とか囲ってもらっていいと思うんですが、ちゃんと蓋して、密閉して、電気貯めれるようにしておくと。それが蓄電池、簡単な。その方が安上がりだし、リサイクル効いてるから絶対いいんです。まあ、それで、まあ、田舎の人たちは備えていただくというような形が理想なんですよね。今日9時ぐらいに、YouTube アップロードしてる内容で、まあ、昨日撮影した内容で、今日、まあ、日本シリーズ、日本一阪神タイガース、狙いに行くと、そういったことを、まあ、取りに行くということをしっかりと、宣言しています。もうこちらも言い出した方ですからね。あと話し合いも決着つけてきた方ですからね、国会議員の方たちとかと昔、地方交付税法とかありますから。だから優勝回数は1950年から、まあ、揃えなければならない話。楽天は創立した球団が日が浅いからっていうところは考えてあげなきゃならないのと、まあ、ソフトバンクは日は創立した年数は後でしたけども、もう高金で、ね、優勝あれだけしたからもうそれは当分なしですよ、まあ、これも絶対的なんですよ。あとファン心理とかも含めてね、やっぱりこういう世界ですから、そこ平等にしなかったら、ルール法律で法の下に平等、それ導入しなかったらもうどうしようもなくなるんですよ。阪神タイガースは今まで日本一1回だけなんです。阪神タイガースぐらいじゃないですか。1950年からの球団が存在していて日本一1回だけなのね。で、最下位が最多でしょ。絶対阪神タイガースが優勝しないとおかしいでしょ。だから人として道義的にどうあるかのところなんですよ。人格破綻者がどうかっていうところ。いろんな件で含めて。
この動画とか、もうオリックス・バファローズの人たちがみんないで試合をしてる時点で、本当は卑怯なんだと思いますよ。見てたら卑怯じゃないでしょうけども。だから、テレビでなかったらなかったで、これ野球の試合だけじゃないんですよ。いろいろ電波で聞かされてるのって、多分ね、その間スポーツのある時間帯でしょう。で、考え方、これコンピューターの方が間違ってるケース結構あるんですよ。その常に正解を導き出さなかったらコンピューターが、何かごちゃごちゃ言ってくるようなシステム。で、僕はホームページにちゃんと書いてあるから、23時から翌朝の9時までお断りですよって、スポーツの勝ち負け。だからその時間帯、いろいろ電波で聞こえてくるわけないんです。家の中を見るぐらいだったら家の人を見て、近づいてくるものを片っ端から追い払ってもらったらいいって。で、僕に会いに来て話し合いするんだったら電話かけてくださいって。もうそれで裁判所で通ってるんだから。私が20歳ぐらいの頃に。法廷でそういうこと言ってるんだから、裁判官が。そこでの嘘はなしなんだから。他の場所も嘘はなし。ただ、人間だから間違えてしまうことは、これはあると思います。これだけ情報むちゃくちゃなんだから。後から、それが本当の話だったんですかってなるから、テレビのニュースもやっぱり以前の放送をずっと放送してますよ。特にこの間のラリーレース、また放送してましたね。あれ、最後の方で木の木製の家に突っ込んでたの、あれ、昔から放送してます。もう、正直もう何回放送したか分からないぐらい。そこに意図、何のために放送するのかっていう。じゃあまずビーズの曲いらないですよね。ああいう楽しそうな曲よりも、はっきりと言った方がいいですよね。こんなことしてたら、今までね、たくさん多くの人がお亡くなりになってます。こんなことするのやめましょうって。それはスポーツアナウンサーの仕事。一つの。大きなたくさんある要素の中の絶対言わなきゃならない一つの要素。そう言えないんだったら、そのスポーツアナウンサーとしてあなたいらないよって。もう絶対こういう話になりますね。どこに責任者がいるんですって。実際、そのラリーレースを開いたのは私じゃない。それはわかるよ。わかるけども、テレビで出て、それ楽しそうに放送しちゃってるじゃない。その時点であなたにもう責任か。もう責任発生してるのよ。だから社会に出てくるのがまだ早かったっていうことになるんですよ。テレビに出るにはって。それでいいの、別に。顔きれいにして、ね、浮気心とかでテレビの視聴率上がるかって言ったら、上がらない。無理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 。そんな感覚でみんな報道とか見てないから。ほとんどの人は。例えば災害情報とか流れてるときに、スポーツのね、勝ち負けとか、ニュース放送してるときに、ね、スポーツアナウンサーの顔が綺麗かどうかなんか、はっきり言ってどうでもいいでしょう。みんなそのところを着目して見てるんじゃないから。そんだけ嘘言ってるんだったら、君たちの顔はっていうね。普通はそうだから、このテレビ局の抑止が効いてないこの状況を、誰がどういうふうに解決するんですかっていう話にもなりますね。以上です。皆さん、チャンネル登録と、着信通知の設定と、あとは、まあ、自分で分からなかったら、着信通知の設定、身の回りの人に聞いていただいたり、販売店の方に、聞いていただいたら、分かると思います。以上です。